Stand by for action. We are about to launch Stingray. Anything can happen in the next half hour. で皆さん、最新式原子力潜水艦スティングレイ号のお話。ここは海底安全パトロール本部の研究所、海底ステーション。技師長、技師長、とうとう海の底から掘り始めた縦穴が突き抜けたか。はい、海底を掘り下げ地球の中心に向かう縦穴のトンネル、我々の手で完成したんだ。で、どうだった？一体海の底には何が？それがただの普通の海の水なんですよ。何をバカな、そんなはずがあるもんか。間違いありません。何度も調べたんです。海底のそのまた下には海があります。何年もかかって海底を掘り下げ、やっと掘り当てたものが相変わらずの海だったというのか。そうです。しかし重大な発見ですよ。重大？いや君、重大なのはね、その海には一体どんな生き物がいるかだ。早速調べねばならない。マリンビル基地の海底パトロール司令部に連絡だ。こちらはマリンビル基地。大したもんですな。海の底のまたその下にまた海がある。さてフォンズ、こっちの支度は OK だ。めったにない休暇ですからうんと楽しまなきゃ。だけど女の子の支度は時間がかかるな。ああもういっぱいだわ。持っていきたいものはまだまだ山ほどあるのにしようがないわね。マリーナ、トロイさんたちにあんまり持たせちゃ悪いしね。こっちからアトランタの部屋に押しかけて出発だ。日が暮れちゃいますからね。トライ君、ちょっと用事ができた。司令部へ来てくれ。大至急頼むぞ。はい司令官、すぐ行きます。よし、他の3人も連れてきてくれ。はい。一体何でしょう。何、ゆっくり休暇でも楽しめとでも言ってくれるんだろ。何の用でしょうな。まさか司令官お土産でも欲しいと言うんじゃないでしょう。みんな来たな。はい、もう出発するばかりです。そうか、どうも弱った。それでますます言いにくくなった。どうしたんです？何か。君たちの休暇を延期してもらいたい。延期ですって？出発間際になってどうして。またひどいわお父さん。何ヶ月も前から計画してとっても楽しみにしてたのに。そう言わんでくれ。ただでさえわしは気の毒で気が引けとるんだ。だが休暇は延期、これは命令だ。そんなのってないわ。アトランタ、とにかくスティングレイに出動してもらわなきゃならんのだ。スティングレイ、スティングレイってたまには他の潜水艦を。できればそうするさ。だがこの任務を果たせるのはトロイ艦長やフォンズだけだ。でもせっかくの計画を台無しになさるなんて。ダダをこねたってダメだよ。司令官が一旦コートを決めたらね。トロイ艦長命令する。出動だ。スティングレイを午前9時に海底ステーションにつけろ。任務については向こうで聞きたまえ。あ、わかりました。さあ行こう。皆さん、 WASP というのをご存知ですか？世界海底安全パトロールの頭文字、続けて読むと WASP、 働き橋ということです。本当によく働きますな、スティングレイは。エンジン始動、潜水。潜水します。待ってました。皆様お待ちかね、いよいよ最新式原子力潜水艦スティングレイ号の出動でございます。全部がオートメーション。ドアが開く、ゲートが開くとスティングレイ、いよいよレッツゴースティングレイ。 G
地上を征服しようとしている海底人と戦うのはもちろんのこと、どんなことでもできないことはない万能チャンピオンスティングレイ。海の中、海の上、海の底、飛んだり跳ねたり潜ったり、さあいらっしゃいいらっしゃい、大和見てのお戻り。艦長、海底ステーションは縦穴のトンネルを掘ってるそうですね。そうだ、海底の下に何があるか調べるのさ。大変な仕事だ。ステーションに着けば詳しいことがわかる。あと2時間だ。スティングレイマーチに乗って我らがスティングレイはますます進んでいく。あれからもう2時間経っちゃった。早いねこれは。いかがですかこの海底ステーション、立派なもんですね。ステーションへ、ゲートを開けてください。こちらステーション、スティングレイどうぞ。これが海底ステーションの門であるゲートです。こういうところは本当は見せないの、今日は特別。でこれがまた立派な格納庫、すごいっすな。トロイ艦長、我々は海底の下には何があるかを知るために縦穴を掘ったが、この疑問は取り除かれたのです。その答えは意外でした。発見されたのは海です。本当ですか。で我々の任務は。その海を探検して深さなどを調べてもらいたい。くれぐれも注意してください。底なしの海かもしれないし、またどんな怪物が待ち構えているか分かりません。レーダーで海底の地形を探ってみたんですが、全然電波が伝わらないんです。すると無線連絡も取れませんね。そうです、どこへも連絡できず全く孤立です。わかりました。出発はいつです。すぐでもどうぞ。海底下1万メートルまでエレベーターで下ろします。で海底下に出ます。人跡未踏の海ですね。早速行きます。これは大変な仕事ですよ。誰も行ったことのない海の底の、またその下にある海へ行けという。いよいよぐっと掘ったトンネルの中へ潜り始めた。うんと楽しむどころか、そこの底に潜らされるとはね。諦めが悪いな、もうよせよ。マリーナ、この海を知ってたかい。海底までのマリーナでも知らないらしいです。とにかく穴の長さは1万メートルもあるという。もうちょうど半分来ました。すごいスピードこのエレベーター。あっという間に5000メートル来ちまった。早いねこれは。もうすぐ下に着きますよ。そうだ、誰も行ったことのない神秘の海へ。あれからまたまた5000メートル、いよいよ海の底の下の底のまた下の海へ着いたと。ではいよいよ探検に出かけます。着いた。交尾水平だ、点検。全身尾足。水平だ、よし。発進準備完了。全身尾足。よし、行くぞ。鬼が出るか蛇が出るか。さてこれから暗黒の海、海の底の海、全然誰も分かっていない海、海の下の海。よし、ポンズ先行だ。タンク注水。いよいよ原子力潜水艦スティングレイ号は暗黒の海に挑んでいきました。艦長、この海は嫌に暗いですね。うん。深さは？艦長、振動計が壊れちまいそうです。無理もないさ、途方もない深さまで潜ったんだからな、測りきれないわけさ。構うもんか、もっと潜ろう。はい、艦長。さすがトロイ艦長、度胸がありますが、だが振動計が壊れるとは。この光、目がくらんで。あの岩だ、まるで太陽が燃えてるようだ。ええ、鏡に反射してるみたいですね。いやー、こりゃ真っ赤に燃えてきた。怪しげな岩。嫌な光だ。顔中真っ赤に反射するくらい、岩はますます怪しげな光を放つ。七色に輝く。謎の海の中に七色に輝く。色が変わった。まるでネオンサインですね。艦長、ほら、あの海藻見てごらんなさい。
みんな進行方向へなびいてるぞ。なぜだ。こんなところにも潮流があるのかな。潮流ね。斜面を滑っていくぞ。スピードを抑えろ。ジェット機みたいなスピードだ。速度落とせ。ダメなんです。全然コントロールができません。これはとんでもないところが入ってきちまった。まあスティングレーはますます深いところへ潜っていく。これはダメだ。大変だ、大変だ。危ない、岩だ。ああ誰か、大変だ。スティングレーがずるずる滑っていく。滑って捕まってろ。反動でやられるぞ。ああ言ってる間にひっくり返っちまった。谷底のところへどん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 落っこちていく。死んじゃダメだよ、死んじゃダメだよ、トロイ艦長マリーナちゃん。フォンストロイ、しっかりしてくれ、スティングレー。変わり果てたるスティングレーの姿、海の底の下の海の底に横たわっているという。誰も来てくれない。どうなったんだ。頭がガンガンする。あ、そうだ、思い出した。コントロールを失ってぶつかったんだ。マリーナ大丈夫かい。フォンズ、フォンズ、艦長おはようございます。何言ってんだ。我々は海の底に叩きつけられたんだ。スティングレーはよく持ちこたえた。エンジンをかけてみましょう。どうもわからない。別に故障はないのに。この音だ。空中で空回りしているような音ですね。もう一度お願いします。どうでしょうね、この音。まるでお昼のサイレンか野球が始まるみたいなもん。エンジンが切れちゃうよ、焼けちゃって。水がないんだ。どういうわけか水がなくなった。まさかそんな。あんな深く潜航したのにあの水が一体どこへ。だがない、外へ出て調べるんだ。潜水服と赤ロングつけろ。万全の用意をしていくんだ。外には空気がないかもしれない。マリーナは大丈夫ですよ。たとえ水中で息ができても水も空気もないんじゃお手上げだ。用心に越したことはない。マスクをやれ。どうも気がつきませんで。なるほど、不思議なことがあるもんですな。ねえお嬢さん、お坊ちゃん、海の底のまた下の海の底に潜ったら。いいかマリーナ、行こう。水がないという。何が現れるかわからない。ではね、これから皆さんとご一緒に海の下の底の下のまたその下にある海の底を探検に行きましょう。おじさんも一緒に行きますからね。こりゃ綺麗だ。綺麗のなんのって、あれ、カラーテレビの機械がもっと安かったらみんなに見せたい。いや、見てる人はいいんだけど、白黒で見たんじゃこの味がわからない。綺麗なの、なんの、向こうの方が桃色の桜みたい。で、この3人の歩いているところが青い砂、黄色い砂、紫色の砂。綺麗、綺麗。おじさん、とっても幸せ。黄色い湯気、青い湯気、虹のような七色、天然色。今度これ天然色の綺麗、こんなちっちゃな酸素ボンベで間に合うのかね。さっぱりわからない。さっきまで海だったのに今は砂漠だ。俺たち馬鹿されるんじゃないか。もう馬鹿されてますよ。とにかく先へ行こう。きっと何かわかる。大丈夫ですかね。旦那方どんどん行くけども。暑い、暑くなってきた。ほら、
足元からボコ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 湯気が立っている。ここら辺で引っ返した方がいいんじゃないんですかな。うっ、海の底にカエルがいた。海底ガエル。帰る帰る帰るかと思ったら帰らないでまっすぐ行く。この三人、あの岩を見ろ、真っ赤に焼けてる。あちち、足の裏が焼けてきそうです。これはきっと地球の中心に近づいたんだ。何千度って熱なんでしょうね。冗談じゃないよ、地球の中心なんか岩が溶けちゃってんですからね。しかし大変な暑さでしょう。ちょっとしゃがんだら焼け焦げちゃうんじゃないかしら。マリーナちゃん、あんただけでも帰ったらどうかな。あれ、立ち止まった。どうしたマリーナ。マリーナには何か聞こえるらしい。そこでトロイもフォンズも耳を澄ました。このマリーナ、耳だけはよく聞こえる。何も聞こえません。墓場のように静かですよ。おい、聞こえてきたぞ。ゴーゴー言っている。水が押し寄せてくる音だ。急げ、スティングレーに戻るんだ。フォンズ走れ、マリーナ走るんだ。さあ大変だ大変だ、まあ一生懸命大変。これは後ろの方から水がやってくる、押し寄せてくるという。うわ、逃げる3人、追っかける水の方がもっと速い。さあどんどん走って、オリンピックの 100m の選手。おらおら、水が追いついてきた。マリーナ、トロイ、フォンズ、みるみる足の先から膝、膝から腰の方へと、どん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 水は上の方まで迫ってくる。もっと早く走ったらどうかね。人形の悲しさ、ほら同じ方に進んでいく、手と足が。ああもどろっこしい。この水は本物。助かるでしょうかこの3人。ブクブク潜っちまう。トロイ、フォーンズ、マリーナ、おさらばか。そうですよ、早く泳がなくちゃいけない。どんどん泳げ。先頭はトロイ、トロイを追うマリーナ、そしてフォーンズの旦那。行く先はスティングレイ。それ頑張れ。ねえ皆さん、海底安全パトロール原子力潜水艦スティングレーの任務は何も海底人と戦うだけじゃないんですよね。こういう誰も知らないところを探検するのも立派な任務というわけですね。海底安全パトロール。あー、よかった、戻ってきましたな、スティングレー。さあこれで安心。艦を水平に、艦を水平に保つんだ。まだまだ安心ではないですよ、無事に帰れるかどうか。水平だ、自動操作、全身いっぱい。了解。海の底のまた下の海の底のまた下の海の底、しつこいくらいに行ってもわからないくらいの下の方の海へ潜っちゃったスティングレー。再び行く手に現れたあの怪しい岩。今この3人の顔は黄色から青い色に変わっている。今は紫色の海の中を走っている。そしてまた青くなった、今度は紫に変わる、赤くなった。赤い岩の間、紫色の岩の間、青い水の中と七色の虹の海の中を走っていくスティングレーであります。
危なかった。ええ、だけどこの海どうなってんでしょう。狂ってますね。答えは一つしかない。ここには普通の海と同じように潮の満ち干があるが、干満の差がとてつもなく大きい。というと、これは毎日起こるわけですか。多分ね、日に何度も起こるんだ。そしてその度に津波のようなことになる。やっぱり干潮はおつむがいいですね。それじゃあカラカラの砂漠は。それは潮が引いた後、地球の中心からの熱ですぐ砂が乾くんだ。へえ。そろそろ人間の世界に戻ろう。我々が降りてきた縦穴を探してくれ。艦長ダメです。測定器は使い物になりません。なんだって。そんなことは言ってられない。艦内の空気は持たない。一刻も早く脱出しなければダメだ。助けを呼ぼうにも無線連絡は取れません。音波探知はどうだ。大丈夫か。それしか手がない。大丈夫ですが、そこに突き当たって跳ね返ってくる音ばかりで縦穴は見つかりません。探知を続けろ。見つけなきゃならないんだ。たくさんあるメモリを見たって何がなんだかちんぷんかんぷん。気を揉むのがフォーンズの旦那です。糸の切れたタコのようにスティングレイは海の底の下のまたその下の底の海の中を泳ぎ回っていました。3時間になりますが同じです。覚悟を決めなきゃいけませんかね。音波探知を続けるんだ。他に方法がない。困ったね。電波は効かない。空気はない。どこにいるのかわからない。おまわりさんも出てきてくれて助けちゃくれない。信号もありゃしない。ないない尽くしで困っちゃったてんだ。空気がひどく薄くなってきた。どうだ。ダメです。同じ音だけです。これが音波探知機。どういうわけかピーハラピーハラ飛んでいる白い玉。艦長、見つかりました。出口です。あの縦穴に違いありません。違う、別のやつだ。しかしそんなことは言ってられない。行くぞ。よく注意して。浮上だ。浮き上がれ。明るくなった。もうすぐ海面に出られるぞ。おやおや、これ驚いた。きれいな海。海の底の下の底の海にこういう島があるって、ね、海の下の底にまたこういう島が。閉めた。とうとう海面に出た。助かりましたね。しかも空があるというんだ。信じられないね。これ美しい島だ。ここは世界のどの辺なんだろう。さあね、ひょっとすると地上の楽園ですかね。湾に入った。まさに楽園だ。さあ上陸してみよう。岸につけるんだ。任務は一応済んだし、このまま。へえ、驚き。桃の木。いや桃の木じゃない、ヤシの木です。これはあ、ハワイみたいなところがあるんですな。へえ、本当の話かしらこれは。あれあれ、あれマリーナがまあギターを弾いて。へえ、海の底のまた底の下の海の底の島にこんなのがいるのかね。ああ、人魚みたいに人魚が踊って。はい、笑って。こんなことってあるかしら。トロイさんたちって本当に運がいいわね。任務は果たしたんだから、休暇の期限が切れるまで島に滞在することを許可しよう。アトランタ、他に何と書いてある。君が一緒でなくて残念だ、トロイ。私をほっといていい気になって遊んでるんでしょ。こういうことならどんなとこへでも潜りますよ。まったく厳禁なやつだよ。郵便が届くのかね。しかしお化けが出てこなくてお父っつぁん残念でしたな。
heart whenever you're near. Marina, Aquamarina, why can't you whisper the words that my heart is longing to hear? You're magic to me, a beautiful mystery. I'm certain to fall, I know, because you enthrall me so. Marina, Aquamarina, why don't you say that you'll always stay close to my